島根県に行ってきます、はい、はい、ということでやってまいりました島根県です。今回はですね、羽田空港からこの萩岩見空港っていうところまでですね、飛行機でやってまいりました。島根県からですね、ぜひ島根県の魅力を自転車に乗って紹介してほしいですとわざわざお声掛けいただいたので、来ちゃいました。今回ですね、2日間かけて走ります。まあトータルで100キロぐらいなんですけども、島根県の魅力をね、がっつりと皆さんにね、紹介していきたいと思います。でね、この萩岩見空港っていうのはですね、サイクルステーションっていうのがあって、まあこんな感じですごい大きなバイクラックもありますし、なんといってもここが更衣室になってて、男女しかも別々で、いわゆるサイクルウェア、空港を到着してすぐにこう着替えることができるってですね、なかなか他ではないです。ここですね、空気入れとかまあ工具なんかもですね、ちゃんと置いてあってですね、なかなかここまでこうサイクリストフレンドリーな空港っていうのはないんじゃないかなと僕は思ってます。はい、そしたら今回僕あの普通にサイクルチャージ持ってきてるんで、ちょっと着替えていきたいと思います。この中もね、更衣室も見せたいと思います。おい、入ります。うわ、めちゃめちゃちゃんとした更衣室だ。おお、こんな感じですね。めちゃめちゃちゃんとした更衣室になってます。でっかい鏡もついてるはい、ということで着替え終わりました。この時期難しいですね、服装はね。まあ僕は今日は長袖のインナーに長袖のジャージで、ベストタイツに、レッグウォーマー着てるって感じです。と今日の工程をざっくりと説明すると、今日は約30キロぐらいでほぼ登りもない感じです。まあ着いたばっかでもう、ちょっとでお昼になっちゃうんで、今日は控えめに、明日はちゃんと走るって感じのコースになります。今日僕一人で走るわけではなくてですね、まあ今ね持ってくださってるカメラマンさん、ツッチーということにしておきましょうか。もう一人今日ちょっとね来ていただいております。じゃあちょっとよろしいでしょうか。斉藤さんです。おはようございます。はい、よろしくお願いします。斉藤です、よろしくお願いします。斉藤さんは地元のサイクリストですよね。はい、地元のサイクリストです、はいね、初めてなんで緊張してますけど、はい、すいません。島根県益田市で、毎年9月の第1週にですね、はい、益田田舎ライドというファンライドイベントを開催しております。あのここの空港の滑走路も走れる、はい、日本で唯一のイベントですの で、ね、ぜひよろしくお願いします。はい、まあ、滑走路をチャリでこう自転車でブーンって走る自転車のイベントがあるんですけども、そこのサポートライダーなんかも ね、 そうですね、されてるような感じですね、はい、要は島根マスターですね。島根マスターの斉藤さんに今日と明日の工程いろいろとこう案内してもらって、まあ、皆さんにねこの島根の魅力をお伝えしていければなと思っておりますということで、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。よいしょ。最高ですね。こんな感じです。今回走るルートは僕のストラバにログ残しておくので、ぜひ皆さんね走ってみてください。ひたすらこんな感じで美しい景色を横目に見ながら永遠とまっすぐ走ります。高い建物がないんで見晴らしがめちゃくちゃいいですね。第一スポット着きました。ここが
恵比寿神社。恵比寿神社です。はい。なぜ僕ちょっと恵比寿神社って僕よく分かってます。はい。ちょっと教えてもらってもいいですか。今ですね、この増田でちょっとホットになるスポットです。あ、ホットなんですね。はい。まあ結構首都圏の方がですね、はい、増田に訪れた時に必ず立ち寄っていただけるところで、はい、大げさに言うとですね、はい、山陰のモンサンミシェルと言われてます。あ、ここが噂の、はい。僕その予備知識ゼロとは言ったものの、はい、モンサンミッシェルだよと言われて、はいはい、あれのイメージをめちゃくちゃしてるんですけども、ね、山陰のですここのですね山陰のモンサンミッシェルと、はい、今まだ砂浜がね残ってるんですけども満潮の時は全部海になってモンサンミッシェルっていうですねちょっとこうまあいわゆるおしゃれなスポットがあるんですけどもそこに似てるという感じでございます。まあここは絶対寄った方がいいスポットなんでぜひ来られた際は寄ってみてください。ちょっとなんで眩しくて申し訳ないですけど、はい、これは皆さんいいっすよ。ちょっとすいませんね、全部こんな感じになってますね。めちゃくちゃ綺麗。まあいわゆる田舎道と言ってましたけどもまさにそんな感じでもね、財布したらこういう道が一番好きなんですよ。僕も大好きですけど、はあ、道も走りやすくてすごくいい感じですね。清流日本一と言われる高津川です、はい、高津川、はい、水質が日本一になってますね。めちゃくちゃ綺麗ってことですね、はい、めちゃくちゃ綺麗ね、はい、確かにまあ見えるかな皆さん、ちょっと見え木で今もうすぐ見えるんですけどめっちゃ綺麗。あの辺の住宅もそうですけど、はい、ちょっとこう屋根が茶色いじゃないですか。そうですね、はい、それなんか理由はあるんですか。あれはですねこの地域独特の石州瓦という瓦です。はい、はい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 、釜の温度1300度で締め固めて焼き固めた、はい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 、特殊な瓦で赤瓦で結構光に当たるといろんな虹色7色変色してフランスだとかヨーロッパ、あーヨーロッパありますよね、うん、オレンジ色の屋根が開いた感じの雰囲気に似てるねっていうふうに言われますね。確かにそう、ほとんどのあの辺の住宅街みんなオレンジなんですよね。増田で全日本選手権とかですね、はいはいはい、ジュニアの大会が行われとって、はい、そこの優勝の盾がはい、あの瓦を使ってます。あの屋根ですか、ええ、そんだけがジュニアでチャンピオンになった石上くんっておられるんですけど今世界でも活躍してる、まあ、彼が10枚集めて瓦割りをしたいと豪語しておりましたが絶対割らない 手首が多分砕けると思いますかっこいいですよね、その瓦トロフィーというか瓦トロフィーはいい、そういうのいいですよね。集める前にヨーロッパに旅立ってしまいましたけど斉藤さんちなみに何枚も僕はサンプル品を1枚、はい、趣のある橋すり橋です。すり橋出たお到着しました。ここはね20キロ地点なんですけどもちょっとね僕は初めて見たんですけど謎の何かなんですけど謎の何ですか、何ですか、このうどんラーメンなんですが自動販売機で手作りのうどん、そば、ラーメン、おむすびが食べれる場所です。まあ中に人が入ってるわけじゃないですよ。そうですよねお金入れたら受け取って、はい、こうやってやってはい、あらかじめまあ朝、お椀に具材を入れて用意しててで機械の中でお湯を入れて湯切りをして出汁を入れてあったかいまま出てくるという。うわ、全国にこういったレトロな自販売機が 約、ね、100台ぐらいあると言われてます、はいはい、そのうちの10台が島根県にあるという、そのうちの6台ぐらいが増田市にあります今日のお昼ご飯はここです。これ食べます。こっちは肉そばになって、いや全然ないね。きつねうどん。あ、でもありますねこれ。スタミナうどんと天ぷらうどんでここに肉うどんラーメン。やばいですね。めちゃくちゃ面白いですね。これはいいですね。サイクリストはね、パッと食えて
お腹に優しくてネタ的にも面白いっていう。ここで買ってここで食べれるってことですね。ここから出てくる。あ、そこから出てくるんだ。200円貼りました。はい、お、調理中。出来上がるのめちゃくちゃ早くないですか。20… あ、そうですよね。おー、すごい。うわー、これめちゃくちゃ面白いじゃないですか。よいしょー。おー、想像以上のにちゃんとしたクオリティ。おー、ちゃんと天ぷらだ。すごい、すごい。石田さんはラーメンです。わあ、ラーメンだ。チャーシューちゃんと乗ってる、2枚。いただきます。僕、肉うどん。おぉ、うまっ。ちゃんと出汁っぽいな、感じます、出汁感じますね、なんかね。うどんもうまいっすよ。かまぼこもクオリティ高いですね。びっくりしました。なんか350円で、しかも24時間やってるって。24時間ですね。そうですよね、はい。まあ、めっちゃロングライドして深夜だとしても、はい、ここであったかい、そうですね、うどんラーメン、はい、もろもろ食えるっていう、はい、僕感動しました。100点満点です。リアルにクオリティどれぐらいかっていうと、パーキングエリアのうどんと同じぐらいだと思います。それぐらいでも結構完成度高い。めちゃめちゃうまい。確かに屋根茶色いですね。ここが柿本神社になります。柿の本神社。あ、ごめんなさい、柿の本神社ですね。せっかくだから登ってみますか。はい、行きますか。せっかくなんでね、歩いても行けるし、まあ登っても行けます。あ、これはもう私優勝パターンですね。このガタガタな感じとか、そしてこのシャドウはワイドレシオ &35C ドマーネの勝利でございますね。結構ありますよこれ、 20% 近くありますよこの勾配。よいしょよいしょよいしょ。おお、一気に心拍が上がりましたよ。これがもう倍あったらちょっときつい、ちょっときついですね。到着です。この景色はめちゃくちゃいい。柿の本神社から見れる景色ですね。
あの赤い橋はさっき渡った橋とはちょっと違う、ねはい、そうですね、この高津川には赤い橋が2本かかってるんですけども、はいはいはい、さっきのはちょっと上流側の安富橋、はい、安富橋、はい、であそこ見えるのは飯田橋、あ、ちょっと違うんですね、そうですね、はい、そう、まあ、ぜひね、ここ来たら見てもらいたいんですけども、それともう一つ、はい、ここに僕ちょっとなんだろうって、このなんか櫓みたいなのがあるんですけど、ちょっと、はい、ここって何なのか、そんな詳しくないですけどすいません、和風野外音楽堂って、はい、この柿の本人丸神社の横に隣接している建物です、はいはいはい、で、この地域増田はですね、島根県の西部に位置しておって、はい、伝統芸能の一つで石見神楽という有名ですよね、神楽があります、はい、でそれを毎年ですね9月1日にこの地域で八朔祭というお祭りがありますけども、うん、その時に神事事として神様に奉納する舞としてですね、ここで神楽が回れるという場所になります。9月1日にはあの扉というまさ木の扉がバーンって開いて、はいね、ちょっとそこでいわゆる伝統芸能が行われると、見たかったですね、はい、ぜひ見てほしかったんですけどもね、まあ、ちなみにその神楽の映像は僕が何としてもニュースしてなんかこの辺にファーってこうなんかその雰囲気を出しますので、まあ、ちょっとそれを見てもらえればなと思います、はい、おほほほほ、橋の真ん中を走ってます。わー、これ超気持ちいいな、これ。あー、気持ちいいな。到着。お、あ、ありがとうございます。サイクルラックちゃんとありますな。川の向こう側が長州軍がいて、長州征伐の時に長州軍の撃った弾が越えてそこに、うん、バーン3発あって、すごい広いですね、すごい、広いです。おお、コンクリート打ちっぱなしのとこは大体おしゃれなんですよ到着しました。今日の宿です、マスコス。サイクリストにめちゃくちゃ優しいサイクリストホテルですね、いわゆる。当然バイクラックもあって洗車もできます。はい、まあ何がサイクリスト向きなのかはね、今から見せます。はい、チェックインの続きしました。で、斉藤さんはここで今日はお別れです。ありがとうございました。まあでも明日も実はお願いさせていただいたものですので、はい、明日7時集合で、7時集合、ちょっと早いんですけども、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。チェックインします。お、ライトつきましたね、おしゃれ。あ、開いてます。
車マークのついたボタンがついてます。そうなんですね、自転車が立てずにまっすぐズボッと入っちゃいます。カードを行き先ボタンを押してください。6回とよいしょ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 。あ、出入り口も広くて助かる。うわぁうわぁおしゃん。自転車ポンと置いても全然大丈夫。山っぽくな、なってて、書斎のコーナー、ベッド、ライトこんな感じ、テレビ。おしゃれバイクラックがある。バイクラックありますよ、皆さん。すごい。よ、こいしょ。行けました。おー。こんな感じでバイクのラックがあるのでかけられます。で、ヘルメットもね、かけられます。すごくなんかいい感じ。ベッドで自分のバイクを眺めながら寝ることができるというわけですな。で、床もね、すっきりしてて、なんだかインテリアっぽくなってて、すごくいい感じです。とまあ、こんな感じで今日のライド自体はおしまいです。この後ですね、ちょっとまあ、軽くその今日のライドのまとめを話すんですけど、日本一行くべき居酒屋が実はここ島根のね益田にはあってですね、そこに行きます。こっからね徒歩数分5分ぐらいのところにあるんですけども、そこで夜ご飯食べながらまとめという感じで行きたいと思いますんでね、しばしゆっくり休みます。最高のライドでした。正規妨害で8万とかじゃなくなるよ。18万まあまあ結構ね、浅いんですよ食レポ。こんなんばっか言ってるから。あ、本当ですか。はい、はい、ということで今日は到着もそんなに早くなかったんで、割とサクッとね走ったんですけども、割と情報量多めの盛りだくさんなライドだったと思います。はい、明日はまあ70キロ弱ぐらいを走ります。ルートはまた明日発表しますけど、明日は明日でね、かなり楽しいライドになると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ここはね、多古作っていうところです。多古作でいいですよね。日本一の居酒屋と選ばれたですね、居酒屋なんですよ。とにかく雰囲気、味、なんていうんですか、まあ、何もかもがなんかちょっと趣のあるいい感じの居酒屋なので、ぜひ こっちの方来られた際は寄ってみてください、はい、マスコスっていうホテルで今日泊まったんですけども、そこから徒歩5分ぐらいのところにあるんで、ぜひマスコスに泊まってここに来てください。そんな感じで、ちょっと今日の動画もしかしたら長くなっちゃってるかもしれないんですけども、もしもね面白かったという方はぜひグッドボタンとかなどなどよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。酔ってないですからね、大丈夫ですから、はい。